日本政府が新たなミサイル防衛でアメリカの推進するミサイル統制システムを検討しているとの情報をキャッチしました。今回はこの日本政府が検討しているミサイル統制システムを詳しく見ていきますね。岸田内閣ももう末期状態ですね。高市さんが訴えている映像が出ていましたが、財務省の意見しかもう聞く耳をもたえないのですかね。次期総理に高市さんを推しますが、他に誰もいないような気がします。今年2022年は2月24日にロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めるという行動に及んだため、世界中がその動向、行方に注視する状態が続いているが、この戦いは2度目の冬を迎えながら羊だ収束の気配は感じられない。ことに最近はウクライナの多くの地域で最低気温が軽く氷点下以下にまで低下する時期の中、ロシアによる電力インフラを標的とした巡航ミサイルや自爆型の無人航空機の攻撃が止まず、ウクライナ国民は厳しい生活を強いられている。また、アジア方面に目を移せば、今年2022年は、北朝鮮が各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を繰り返し、これまでの歴史の中でも最も多い頻度で、そうした兵器による恫喝を挙行するなど、日本の防空能力にも疑義が呈されている。さらに、今年9月には、中国による台湾の周囲を取り囲む形での大規模な軍事演習の慣行や、その過程で日本の周辺海域にも中国軍の短距離弾道弾が着水するなど、万が一の場合の台湾有事への危機感も高まりを見せた。こうした自国の安全保障環境を脅かす周辺国の在り方に対抗するため、日本でもこれまで以上に長距離を攻撃可能な兵装の保有を急ぐ動きが本格化しており、その代表には、1式地対艦誘導弾の能力向上型等の開発が挙げられる。現在陸上自衛隊の1式地対艦誘導弾は、沖縄などの南西諸島の複数の島嶼部に配備されてはいるが、その最大射程距離は 200km 弱とめされるため、物理的に分散して配置するしかなく、運用上の制約がつきまとう。そのため、開発中の1式地対艦誘導弾の能力向上型は、射程距離を大幅に延伸し、およそ 900km 以上を第一段階の目標としているが、早くとも2026年頃からの配備となるため、その間隙を埋める兵器の調達も俎上に上がっている。それが、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、バージニア級攻撃型原子力潜水艦等の主兵装として、著名なトマホーク巡航ミサイルであり、日本への導入が検討されている。トマホーク巡航ミサイルには、各種のバージョンがあり、具体的に、いずれを、日本が調達希望であるのかは不明だが、少なくとも、およそ 1600km ほどの射程距離があるため、1式地対艦誘導弾の能力向上型の代用には、十分な能力を備えている。いや、むしろ、1式地対艦誘導弾の能力向上型を調達する上では、これが、自由度の高い国産兵器という点を除けば、湾岸戦争以後、多くの中東方面での戦闘で、実戦経験を経てきているトマホーク巡航ミサイルは、信頼性の面では抜きんでているとも感じられる。1式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、トマホーク巡航ミサイルにせよ、これまでの自衛隊の専守防衛という観点からは、そうした兵装は攻撃的と見さされ配備することは見送られてきたが、ここに来て転換を迫られている。こうした日本にとって、初めての長距離攻撃が、可能な兵装を調達、
配備するにあたっては、その必要性のよりどころとする政治的な根拠の設定が不可欠であり、それは、いわゆる防衛関連の3文書と呼ばれるもので対応されることとなる。この防衛関連の3文書では、まず、最大の根幹となるものが国家安全保障戦略であり、そこで定められた目標の達成を行うために、具体策を記した防衛計画の大綱と、中期防衛力整備計画の2つが設定されて、日本の安全保障の方策を網羅する。これまでの日本が行ってきた防衛施策において、北朝鮮等の弾道弾頭の脅威に対抗するものは、ミサイル防衛と位置づけられ、主として、海上のイージス護衛艦と、陸上の PAC-3 等の二段構えで飛来するミサイルを迎撃する形だった。このミサイル防衛任務から、海上自衛隊のイージス護衛艦の負担を減少させ、他の南西諸島方面への防衛任務にも、転用可能とすることを目標に進められたのが、陸上配備型の迎撃ミサイルシステム、イージス・アショアの導入であった。しかし、ご存知のように導入予定であったイージス・アショアは、2020年6月、発射後に、ブースター部分の落下地点の制御が困難だと、ことが判明し、計画そのものが急遽中止されるという、なんとも粗末な幕切れに終わった。結局、イージス・アショアの代替策には、購入契約をすでに終えていた、そのレーダー等を転用する形で、2隻の専用のイージスシステム搭載艦を新規に建造することとなり、一時は、その専用艦艇の規模の大きさが、物議を醸した。2022年夏に、2023年度の防衛予算の概算要求が行われた際のイージスシステム搭載艦の仕様がそれであり、排水量で2万トンクラスと現行の最新鋭のイージス艦のマヤ型を大幅に上回る巨艦が想定され、大きな注目を集めた。この時の巨艦のイージスシステム搭載艦には、元々のミサイル防衛用の迎撃ミサイルの他に、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型等の長距離攻撃が可能な他の兵装も施す案が示されていたが、今は通常のイージス艦並みの規模に落ち着いた。逆に言えば、こうした今の常識からすれば、有用性が疑われるような巨艦サイズのイージスシステム搭載艦の案が浮上するほどに、日本の安全保障環境は悪化の一途をたどっているということも、あながち的外れではないだろう。そして、こうした一見荒唐無稽なイージスシステム搭載艦の使用が取り沙汰された中で、やはり、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型等や、トマホーク巡航ミサイルのような長距離攻撃を可能とする兵装の必要性の認知度は高まったとも思える。これは今や政治的には与党自民党の一部から提言を受けたように反撃能力と呼称されてようやく一般化しつつあるが、防御的なミサイル防衛だけでは今後の世界での軍事的な抑止力としては弱いことを示しつつある。そして、ここで、こうした1-2式地対艦誘導弾の能力向上型等やトマホーク巡航ミサイルといった兵器の配備を進めることで、それらと迎撃用のミサイル防衛を組み合わせた、新たな段階の兵器システム導入への着手が行われるのだと考えられる。それが、現在アメリカが促進している IAMD、インテグレーテッドエアミサイルディフェンス、日本語では統合防空ミサイル防衛と呼ばれる兵器システムの導入に日本も乗り出す流れであり、大きな防衛政策の転換点になり得る。実は日本がこの IAMD インテグレーテッドエアミサイルディフェンスの導入を検討するのは今回が初めてではなく、すでに4年前の2018年の段階の防衛計画の大綱を打ち出す際に、一度それを盛り込むか否かが議論されている。その時点では、日本は、
今進められている人不多式地対艦誘導弾の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルといった兵器の装備の予定が薄かったため、IAMD、インテグレーテッドエアミサイルディフェンスを導入する要件を満たしていなったと言える。IAMD、インテグレーテッドエアミサイルディフェンスは、敵の弾道弾や巡航ミサイル、そして有人、無人を問わず、航空機等の空からの脅威に、集約された指揮管制システムを駆使して、その排除を行う仕組みとなっている。ただし、こうした敵からの空の脅威を排除するために、それらへの迎撃行動に止まらず、敵の拠点への積極的な攻撃行動も連動して行うものであるため、従来の日本のミサイル防衛とは、攻撃力を有する部分が一線を画す。そもそも、これまでの弾道弾は、宇宙空間まで到達した後で目標へ落下してくるため、探知や追尾に、時間的な余裕がまだ残されていたが、最近の極超音速兵器は、それよりもはるかに低い高度を飛翔するため、その難易度が上がっている。それらを探知、追尾するには、従来のものより低い高度を周回する専用の人工衛星や、早期警戒管制機の数が必要であり、すでに日本が一国で独自に、こうした装備を揃えることは、現実的には非常に困難だと言わざるを得ない。そこで、アメリカが保有するこれらの設備の機能を共有する必要が生じるわけだが、これは、迎撃用のミサイルに止まらず、攻撃用のミサイルの誘導にも当然ながら、必須のもので、日本は、アメリカとの協調でしか、それを実現できない。